それではですね、そろそろ始めていきたいと思います。司会をやらせていただきます平井健というものです。よろしくお願いします。今日は皆さん寒いところ本当にありがとうございました。だんだんこういうことばっかりやってると懐の方も寒くなっちゃうんですけども、まあなんとか、年末から年始にかけてずっとこういろんなことやってきましたけど、今日やっと結成したっていうことを発表できる会をやることになりました。で、まずですね、私たちの新宿御苑でのお茶の鮮度持ち込みに反対する会の、これからいろいろやってきたことを簡単に説明しておきたいと思います。まず初めて知ったのは、皆さんほとんどの人はまあ、新聞報道ですね、それも東京新聞ぐらいということで、僕は知ったのは正確に言うと25日とかなんかクリスマス頃じゃないかと思うんですよ。で、12月21日に一応その環境省から新宿の1丁目2丁目の住民に対する説明会が開かれたということになってるんですけども、26人しか参加していないと。で、全く1丁目2丁目の住民たちも何も知りませんでした。ほとんど知らないといいと思います。僕も長く1丁目2丁目住んでるので知り合いがたくさんいるんですけども、それからいろんな方が今日の会のチラシを持って回ってくれましたけれども、皆さん知らない方ばかりでした。で、たった26人ということで、人の中の掲示板がどこにあるかさえ普段からほとんどの人は知りませんから何もわからないまま説明会開かれたということですね。で、僕らはその直後に東京新聞の報道で知って、すぐに、ちょっとあちこちの一緒にやれるかなって人に電話を始めまして、まあ、数人から始めて、学習会は12月28日と1月7日ちょうど年末年始挟んでですね、非常に無謀な、仕事をされる人は仕事始めた日に、学習会やるなんていう普通ちょっとありえないことをやってみたんですけども、かなりの人が集まってくれました。両方で数十人が、同じ会場なんですけども、熱心に、皆さんで一体どうなってるんだってことを語り合いました。で、私自身、11年前の東日本原発震災の時には、なんていうかな、皆さんと同じようにっていうかな、僕はあまり原発のこと熱心だったらとても言えない人間なんで、腰が浮いたようにしていろんなことを走り出したんですけども、それからやっぱり11年経つとなんとなく曖昧になったというのはもう事実です。これは確信のない事実で、もう一度一体放射能って何なんだろう、その学習はどういうものがあるのかとかですね、環境省の説明はどこがおかしいんだってことを皆さんで少しずつ学習していたということです。で、年が明けて1月12日に、区長への申し入れを行いました。で、この時は20人ぐらいの方で、まあ、平日昼間ですから皆さん行きにくいわけですけど、それでも20人ぐらいの方が集まってくれて、区の、まあ、区長は出てこないんですよね、区の環境清掃部長かなという方から、環境省の説明を真に受けていたという、まあ、なんていうか、言語道断なんていうかね、ほとんどスルーしてそのまま何も調査しようとも告知しようともしなかったという言葉を現地を、まあ、取ったというかな、知ったということですね。それから1月の20日には都知事へのやはり申し入れ報道を行いました。で、この時は30人ぐらい集まって、都庁 の、 議会棟の上の方に行ったんですけども、こちらはもう何て言うかな、全くもんぎり型の答えしかしない、受けたまわりました、申し伝えますみたいな、それだけでした。終始一貫するだけですね。で、明らかに上に行くほどっていうか、役人の方々の上に行くほどこうその口が固くなって、無味乾燥の答えしか返ってこないというもう絵に描いたような話ですね。で、僕らはまあそれでも、言いたいことを言おうということで、区長の時にも都知事の時にもかなりのまあ何て言いますかね、思いの丈を皆さんに、それぞれの官庁の人間たちにぶつけたということでした。で、これは非常に重要なことで、やっぱり専門家でないものは黙っていればいいのかよ、そんなことは全くないわけですよ。やっぱりこの町で暮らしてその放射能の影響を受ける可能性がある人間が、物を言うのは当たり前のことで、そういう形で
とてもいい会を持てたと思います。それでですね、今日はこれから、ミスター神野さんのお話を伺いますけれども、その前にちょっと2、3、お断りというかな、まず一つは今日カメラがかなり、テレビ局の方々、それからフリージャーナリストの方とか来ていますけど、皆さん、基本的に顔は映らないようにした方がいいですか？後ろから撮るという形がいいですかね？まあそれでいいと思います。はい、じゃあそのようにしましょう。それから質問用紙が、今日お配りした資料の中にありますけれども、そこに、まあ、簡潔に、ミスターさんにお伺いしたいということを書いていただければなと思います。休憩時間に回収して、いくつか要点にまとめてお答えしたいと思います。それからですね、カンパ袋が、紙の袋が回ってくると思いますけれども、僕らなんせ町のただの住人ですので、定年退職された方もいるし、まあ、非正規労働者みたいな方も多いので、ぜひカンパ袋が回ってきたら、まあ、行くばっかでも投げ銭をお願いします。それと、週刊金曜日に協力していただきまして、この問題について取り上げた記事などについてですね、載った号が600円で後ろで販売しています。でこれは2割は僕らの会員にカンパしていただけるそうなので、ぜひ、まあ、20部ですけども完売をしていただければと思っています。はい、それでですね、そんなところでいいのかな。で、ですね、一つだけ先にちょっと木田さんにお願いしたいのは、国会の議員の方が、環境省に、聴取というかな、事情聴取みたいなことを行ったわけですけど、その時に環境省側から出た言葉をちょっとお伝え願えればと思うんですけど、1月13日に、国会議員、木田さんとか笠井さんとかですね、あるいは、渋谷区と新宿区の、区議さんが環境省の、主だったっていうことなのかな、ね、出ていただいて事情を伺いました。でその際にですね、いろんな情報が議員さんにも伝わってなかったっていうことはよく分かりました。で住民も渋谷区から2名から新宿から私だけだったんですけれども、区民も発言しても聞いてもいいよっていう話でしたので最後に伺ったんですけれども、議員さんがですね、お話しするには これだけね、理解がまだ深まってなくてもするのかという質問には、なるべく皆さんの理解を得て進める予定ではあります、で絶対にやめないんですかっていうのにも、やめますということは言いませんでしたが、中止するとも言いませんでした。ただ理解を得て進めますというお返事でした。それで逃げられたかななんてくらいでした。ですね、僕が聞いたところで要約すると、理解をやらなければやらないという言葉があったようですね。それで中止も選択肢の一つであるというような言い方だったそうです。で、まあ、僕は現場に行ってるわけじゃないんですが、議員さんから直接聞いたのはそういうことでした。これはそれなりにニュースバネがあるということかな、ではないかと思うんですよ。初めて環境省当事者の側から、理解をやらなければやらない、でやる可能性もあるけどやらないことも選択肢の一つだということがあったそうです。これは皆さん肝に銘じてこれからの動きを作っていきたいと思います。それではですね、ミスター神野さんに今日の話を自己紹介ぐらいからよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日はこのような大変重要な場に呼んでいただきましてありがとうございました。私は国際環境 NGO FOE ジャパンの三田と申します。
ですね、環境団体として、311以降ですね、これは 大変なことが起こってしまったということで、原発事故の被害者の支援ですとか、権利の確立ですとか、あと放射性物質の拡散を防ぐ、そういった活動に取り組んできました。で、私自身も東京都民の一人として、新宿御苑の放射能汚染土には強く反対しております。というわけで、これはですね、やっぱり自分事として、考えていきたいというふうに思っております。はい、じゃあ私の話をさせていただきます。はい、除染で生じた汚染土の再利用、本当にいいのというちょっとしらじらしいタイトルなんですが、言い訳ないだろう、でもなんかそういう感じです。はい、で、最初に私の所属している団体、国際環境 NGO FOE ジャパンとは何ぞやということなんですが、環境保護団体です。で、気候変動問題ですとか、エネルギー政策、森林保全、開発問題などに取り組んでいます。で、福島第一原発事故以降はですね、原発事故被害者の権利を守る、被害の実態を明らかにする、放射性物質の拡散を防ぐ等々の活動をしております。で、これ最近取り組んでいることなんですが、原発事故の被害が見えない化されているんじゃないかという懸念を持っておりまして、なんとかこう等身大の事故の被害について、なるべく分かりやすく、伝えるという活動をしています。こういう感じで、避難者ですとか当事者の方々に語っていただくですとか、こういう感じで、原発とかエネルギーにまつわるデータを発信するみたいな活動をしています。はい、福島の今とエネルギーの未来ということで、毎年こういう冊子も発行しています。で、あと福島ポカポカプロジェクトと、言いまして、2012年からですね、福島の親子のための雇用プログラムを実施しています。で、これによって子どもたちがのびのびと遊べる場ですとか、親たちが語り合う場を提供して、この中で交流会ですとかエネルギー講座ですとか等々をやって、もうね、間もなく12年経つわけです。当時の子どもたちがすっかり若者に成長しまして、今ボランティアとしてこういう雇用プロジェクトを手伝ってくれたり、コロナ前ですが、世界に旅立ってドイツやベラルーシで国際交流を行ってきたり、そういうことをしています。はい、今日はこんな話をしようと思っています。皆さんも100もご承知のことも含まれているかもしれません、ちょっとお付き合いいただければと思います。はい、これ原発事故以降のですね、放射性物質が風に乗ってあちこちに流れているのを後で再現したアニメーションですね。で、このように福島の県境を全然関係なく、あるいはその30キロ圏というなんか政府が決めたような同心円とか関係なく流れているのがお分かりいただけると思います。で、風向きによっては関東地方にも広くかかっている日とかありますね。9割方の海の方に流れているんですが、ほら今関東地方かかっていますね。こういう感じで県境には関係なく放射性物質を含んだ空気っていうのはあちこちに流れました。で、ですね、ちょうどその北西の方にこのプルームっていうんですが、プルームが流れた時に雨とか雪が降りまして、で放射プルームに含まれていたセシウムなどの放射性物質が地面に落ちて、土にこびりついて、それが長く、土壌汚染ですとか、土にこびりついた放射性物質が放射線を出すことによって空間線量率が上がるとか、そういった、汚染をもたらしました。で、これみんなのデータサイトという市民グループが、もう本当に地道にあちらこちらを測って、で作った土壌汚染マップですね。で、ご覧のように、主にやっぱりこの北西に伸びる飯舘村の方に伸びる、
ラインが土壌汚染が強いんですが、それでも結構広い範囲で、土壌汚染が生じてしまっている状況が見て取れると思います。で、政府はですね、実はあんまりその土壌汚染の測定には熱心ではなくて、ほとんど測定していないんですが、それでも文部科学省が2回、土壌汚染の測定をしているんですね。で、これはその文部科学省の、測定結果、セッション137の測定結果を、記したものです。まあ、先ほどの地図とほぼ同じような、傾向が見て取れると思います。はい、北西に伸びて、かつ中通りの方にこう下っているのが見て取れると思います。濃い、濃いであるこういう感じですね。で、関東地方も東京都も、北東部分が茶色っぽいドットが見て取れると思います。で、これストロンチウム90という骨にたまる、放射性物質なんですが、ストロンチウム90については環境省は全然今回ね考慮しないとか言っているんですが、これ文部科学省の地図を見るとですね、結構やっぱりそれなりに出ているなと。浜通りというか福島第一原発の周辺にそれなりに濃度が高いプロットが出ているなという、そういったことが見て取れると思います。はい、ちょっともうそんなこと知ってらという人が多いと思いますが、おさらいとしてベクレルとシーベルト、ベクレルはその放射線を出す能力、放射能の強さを表す単位で、まあ、この例えばセシウムならセシウムの量とある時間、ある時点を区切ってみれば量と比例するので、ほぼその時点 の, そのセシウムなどの放射性物質の量だというようなのがベクレルです。で、あとシーベルトとかミリシーベルトとかマイクロシーベルトっていうのはよく登場すると思うんですが、これは本当にややこしい単位で、人が受けたその放射線影響の度合いを表す単位で、これ実際の値ではなくて理論値っていうんでしょうかね、こうだよっていう理論に基づいて算出した値なので、放射線特有のといいますで、環境省とか政府は結構シーベルト重視ですね。何でもかんでもその 空間線量率とか積算線量とか、例えば放射の被曝限度1ミリシーベルトとか、そういうのを引き合いに出していくんですが、この原にある放射性物質を表すベクレルというものも非常に重要なはずなんですが、得てしてこっちの方はなんかご参考程度というか、さっきの文部科学省も空間線量って言って、そのシーベルトのやつは航空機モニタリングとかで結構測っているんですが、実際のその土壌汚染の度合いについては先ほどご紹介した地図を出しているだけなんですね。でもとても重要な単位だと思います。で、これ今日もいらっしゃっている、市民放射能監視センター竹林社の青木さんのスライドをお借りしました。分かりやすいなと思ったのでお借りしました。で、ですね、放射性物質を例えば花火に捉えますと、放射線っていうのは光とか音とか火のこういう花火から出ているものですね。で、で外部被曝と内部被曝っていうのがありまして、外部被曝っていうのは花火を見て見るとか音を聞くとか、まあちょっと火の粉が飛んできちゃったみたいな、それが外部被曝です。で、内部被曝はその放射線源となるその放射性物質が体の中に入ってしまう。で、体の中からその、なんか放射線を出すことによる、いろいろな影響が大きく起こしてしまうという内部被曝があります。はい。ということで、
よくね、放射性物質ってホタルとかに例えられているんですが、そんな可愛いもんじゃないよっていうことで、多分直樹さんは花火を使ったんだと思います。はい、これ環境省のサイトからお借りした写真です。仮置き場です。多分景観を損ねるっていうんで、ある時から緑の布がかけられて、そういう問題かっていう感じですが、緑の布がかけられていますね。で、除染によって生じた、汚染土をこういう形で仮置き場にこう溜め続けていって、これがある意味何でしょうかね、原発事故の傷跡を示すような風景になっていて、よくメディアでも取り上げられていたので、皆さんご記憶だと思います。で、この仮置き場に一時的に溜められていた放射能汚染土が、中間貯蔵施設にこんな感じで運び込まれて、これも環境省の、ビデオの一コマをお借りしています。こんな感じで、はい、貯蔵されている、いろいろ分けられて貯蔵されているという、そういった状況にあります。で、これを、わざわざ掘り返して持ってきて実証事業を行おうという、そういうことですね。で、中間貯蔵施設なんですが、このようにその双葉町、大熊町にまたがるその福島第一原発を取り巻く16平方キロメートルの敷地です。で、約1400万立米、東京ドーム11個分です。で、厄介なのは2045年中間貯蔵施設が開始された30年以内に福島県外で最終処分するっていうふうに約束しちゃっているんですね、政府が。福島県とこの双葉町、大熊町で、これ法律にも盛り込まれているんです。 ですから、環境省はその県外で最終処分するために量を減らさなくちゃいけない、量を減らすからあちこちで再生利用、わざわざ、ね、空間占領率とかその被爆の影響があるから、わざわざ除染して中間貯蔵施設に持ってきた土をまたあちこちで使ってしまおうというのが今回の再生利用の計画です。で、ちなみにそのこれ環境省のサイトからなんですが、75% ぐらいが8000ベクレルパーキログラム以下、これがその再生利用で使えると環境省がしている、土ですね。で、25% が8000ベクレル以上の土だから、環境省の説明だとこれを全国で使えば4分の1になるっていう、そういう、いや使えるわけないと私は思っているんですが、そういう説明です。はい。で、もう一度フローチャートにしてみたんですが、というかこれは環境省の資料です。除去土壌って環境省呼んでるんですね、汚染土、除染で生じた汚染土を中間貯蔵施設に持ってきて、仮置き場に貯めて中間貯蔵施設に持ってきて、で、それを再生資材化しって、あまり大したことしていないらしいです。ふるいにかけたりはしているみたいですね。再生資材化して再利用しますという計画です。で、再利用をどこでするかというと、道路の盛り土材にしたり、あるいは、堤防みたいなところのコアの部分で使ったりですとか、埋め立てのための、資材として使ったりみたいな例示がされていました。で、最初はこんな感じだったんですが、それにこう農地造成にも使うっていうのが飯舘村 の長泥で今実証事業やっています。農地造成にも使うっていうのが加わりました。こんな感じですね。これここにその汚染で生じた、除染で生じた汚染土を使って、その上にもきれいな土を盛って、で、例えば道路を作るとか、そういうアイディアです。皆さん理解できますでしょうかね。埋める感覚上に土かける感じですね、というイメージです。
で、ですね、これ経緯を遡ると2011年8月30日に放射性物質汚染対象特措法なるものが、公布されました。でそこに環境省はこの法律を法的根拠と言っているんです。ただそこにはですね、基本方針を作りますと。でその中に除去土壌の収集運搬保管処分としか書いてなくて、再生利用とか書いていないんですね、この法律。でただその、その年の11月に作られ閣議決定された基本方針の中に、安全性を確保しつつ再生利用等を検討する必要があるっていうのが盛り込まれました。ここで初めて再生利用っていう言葉が出てきます。でこれはさっきのやつですね、中間貯蔵施設開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するということを、福島県大熊町、双葉町と環境省の間で協定も結ばれていて、でこの協定の中に除去土壌の再生利用の推進に努めるって言葉があるんです。だからある意味環境省というか政府的にはこの約束を守っているっていう姿勢を見せなくちゃいけないので、とにかく頑張っている空気を出さなくちゃいけないっていうのが今回のあれなんじゃないかなと私は思っています。はい、で環境省の中にこういう長い名前の検討会が設置され、たくさん会議をやり、でこの、検討会の下にもいろいろなそのワーキンググループ的なものが、設置されました。で2016年、4月にですね、この汚染土壌の再生利用を、するという方針戦略が策定されます。でその後ですね、環境省は2020年の1月になって、これを法律的にちゃんと裏付けるために、環境省の省令っていうのを作ろうとするんですね。だから環境省的には 法的根拠がないっていうか、曖昧というか、ないんでしょうね。ないと思ったからこの環境省令を作ろうとしてパブコメにかけたんですが、おそらく山ほどダメだという反対の声が押し寄せちゃったんでしょうね。でしばらくなんか沈黙していって、でこれ宙ぶらりになってまだ省令は作られていません。で環境省にこの間先月の12月27日にこれどうなったんですかって聞いてみたら、まだ検討中みたいな感じでしたので、まだ作られていないみたいです。はい、で皆さんもう言うまでもないと思うんですが、やっぱり汚染土の再利用の問題点っていうのは環境中に放射性物質を拡散してしまうことになるわけですね。で環境省的には管理しています、管理したところでしか使いません、公共事業でしか使いませんって最初言っていて、まあでも農地造成も後から付け加わったんですがとか言っているんですが、なんか道路が壊れるなんとかね、堤防が壊れるなんて割と近年特にその災害が激甚化しているのであるんですよ。で、その問題となっているのがセシウムなんですが、セシウムがその放射性物質として扱わなくてもいいよっていうレベルが100ベクレルパーキログラムなんですが、ここまで減衰するのに170年かかるそうです。これ計算じゃなくて環境省の検討会でこういう数字が試算されてるんですね。で一方でその道路の盛り土とかのその会計上のって言いますかね、法律上の耐用年数は70年なんだそうなんです。でつまりその後どうするのってみんな思うじゃないですか。でこれ聞いてもね、答えはないんですよね。なんかうやむやにされてしまうというそんな感じです。あともう一つの問題点は、原子炉等規制法に基づく規則、これはその放射性物質を何というか規制する法律なんですが、いろんな放射性物質についてこの基準が決まっているんですが、セシウムの場合は100ベクレルパーキログラム以上のものはその原発の敷地から持ち出すことは不可とされている。で、これクリアランスレベルっていうんですが、クリアランスレベルっていうのは
まあ、このレベル以下だったら、まあ、放射性物質として扱う必要はないですよっていう、なんですかね、これもすごく揉めたみたいですね、決めた時に。こんなんでいいのか。で、でも廃炉を進めたいと。で、廃炉を進める時に、なんか放射性物質を帯びた、放射能を帯びた金属とかが生じてしまって、それをなんかリサイクルしたいという話があって、で、うんと低いレベル、まあ、うんとでもないかもしれない、この、年間 0.01 ミリシーベルトを、基準として、これ以下だったら、まあ、放射性物質として扱う必要がないというふうにしたらしいです。ただ、今議論されているのは、このセシウムの場合は、8000ベクレル以下だったら公共事業とか農地に使うことを容認しているので、まあ、このダブルスタンダードですね。ダブスタが生じているわけです。で、あとですね、説明とか情報公開とかがなっていませんよね。これからちょっと二本松市の例をご紹介しますが、環境省本当にどうしちゃったんだって思うぐらい、何でしょうかね、ごくごく限られた人たちにしか説明せず、結局すごい揉めて後で、で、なんかこう揉めて大騒ぎみたいな感じでなんですよね。で、こんなことで今実証事業なんですが、こんなことでその公共事業に利用されることになろうものなら、もうね、今日正野敦子さんがいらしていますが、あなたの隣の何でしたっけ、放射性物質でしたっけという本を書かれていますが、もうそういう状況になっちゃいますよね。誰も知らないうちにご近所の道路の盛り土に汚染土が使われていたということになりかねませんね。で、あとその管理責任とか管理機会に関しても曖昧なんですね。一体誰が何かあった時に誰が責任を取るんですかって聞いても、環境省は何でしょうかね、ちょっと環境省が責任を取ります的なことはなんか言ったり言わなかったりみたいな感じです。はい。で、今までの実証事業の話をちょっとさせてください。で、今その新宿御苑と、所沢とつくばで実証事業をしようとしていますが、今までその福島県内で実証事業をしてきたり、あるいはなんか住民の反対にあって撤回したり しています。で、まず南相馬の東部仮置き場内で、この時は実証実験みたいな言い方をしていましたが、試験的な盛り土を作ったりしていました。あと二本松市でも濃度掘削して汚染土を露床材として埋めてというような実証事業を計画したんですが、住民の反対で撤回しました。で、飯舘村長泥地区で、川沿いの農地をかさ上げして、農地造成に利用して、で、最初はその覆土を行って園芸作物とか資源作物っていう食べないものを、作っている計画だったんですが、その後、まあ、覆土しない、上に何もかぶせなかったり、野菜栽培を実施して、まあ、これすごいですよ、後で言いますが、こう、すごい見学ツアーとかが組まれていて、何でしょうか、こんなに使えるものなんだ、安全なものなんだ、みたいな感じの、ツアーしたりしているんですよ。まあ、この新宿御苑でもやるんでしょうね、そういうツアーを。こんなに安全です、こんなお花植えて綺麗ですみたいな。で、あともう最後のやつが南相馬市の高速道路の拡幅の下に入れ込もうとしたんですね。でも住民の反対で撤回になりました。で、このうち二本松市の原瀬佐伯地区というところの話を少ししたいと思います。こんな感じの農道で、これを舗装した市道にしようとしていたんですね。で、近くに積まれている除染土を、まあ、埋め込むみたいな感じの計画でした。これがその近くの除染土。で、こんな絵を描いていて、まあ、ここに使って上に、土をかぶせて舗装するみたいな、こういう計画でした。
でこれあの住民目線の経緯です。多分この前からあの1年ぐらいかけて環境省はいろいろ自治体とやり取りしていたみたいですね。で住民が初めて知ったのが2017年の12月で、この時地区の中に21戸あったそうなんですが、9戸の住民しか説明会に参加しない中で、説明が行われて、特になんか多分住民も反対のしようがなかったんだと思うんですが、そこで反対が出なかったっていうことをもって住民の合意を得ましたってことをされちゃったんですね。でところがそのこれを知ったより広い範囲の市民たちが説明会のやり直しを求めて、申し出なんかをしました。でこの人たちが正野敦子さんを講師にした学習会とか意見交換会をやって、で上りを立ててですね、ストップ汚染土再利用という上りを設置して、もう反対運動を可視化したんですね。で白紙撤回求めますのチラシを市内全域の括弧配布したそうです。で環境省は説明会をやり直しました。より広い範囲の住民も説明を参加できる。ただその、ですね、近くにその家畜飼料を手掛ける生産組合があったんですが、なんかメディアにいろいろ報道されたこともあり、取引見直しみたいな動きもあったそうなんですね。で東京でも FOE ジャパン主催の環境省交渉に住民の方が来てくれました。で、環境省に直接報告もしました。署名も提出しました。で、結局ですね、環境省は、再検討するとか言って、撤回したわけですね。つまりやっぱり住民の反対なんだと思います。住民が反対してそれを可視化することによって、環境省は事業を撤回したという流れになります。これがその議員会館で住民の方々が署名を提出しているところです。でこれがその、ストップになった後にこの、住民グループが括弧配布したチラシですね。でこれは住民の行為です。わずかな住民が参加していない中で地元了解ということにされてしまう。で最初の説明会でやっぱり声を出しづらいものがあったんですが、後でその学習会とかに参加して、ああみんな同じこと考えてるんだなって思ったというような人もいました。であとですね、その実証事業というのはそのすごい巨額をかけた除染した土をまたお金をかけて元に戻すもの、バカバカしいみたいな、そういう意見もありました。で今回 その新宿御苑の所沢とか所沢の実証事業の目的ですね、これ本当に怪しいです。というのは環境省山ほど実証事業、山ほどっていうのは福島県内だけではなくて、実はその那須町とかね、東海村でも、栃木県とかその茨城県ので出た汚染土だと思うんですが、それの埋めるような実証事業やってるんですね。で山ほどその空間占有率とかその水、染み込んだ水の放射線濃度とか測っているんです。 ですからその先月12月27日に議員会館で行われて、今日もいらしていますが、福島みずほさんがアレンジしてくださって、議員会館で環境省との交渉を行いました。でその時のやり取り、この汚染土壌の再利用をめぐる環境省への質問および回答用紙っていう、皆さんにお手元に配っていますが、ざっとその時のやり取りを書いています。でこの2番がこれ環境省の、この問題について目的は何ですかって聞いたの2番ですね。でなんか分かりづらい回答なんですが、一番最後の行を見てください。見学などをしてもらい理解醸成を進める、
つまり皆さんにご理解いただくために実証授業を やるわけです。なんか科学的なデータを取るわけじゃないんですね。だから、まあ、デモンストレーションで努力してますぜってアピールするためにやるのかなって私は思いました。あとですね、環境省、そのセシウムしか、その8000ベクレル以下っていうのはセシウムの話なんですが、この質問より回答用紙の一番最後のページに、さっき私が出したストロンチウム90 の調査、これ文部科学省ですね、文部科学省のデータで、環境省は文部科学省のデータに基づき、セシウム以外を考慮する必要はありませんっていうふうに答えたんです。でもその文部科学省の調査を見てみると、なんでこれ考慮しなくていいのかなって思ったんですね。それなりにそのセシウム9、ストロンチウム90 の値が出ていますし、でその環境省はそのストロンチウム90とかは過去の実験、核実験のフォールアウトの影響であるって言ってるんですが、どう見てもそう見えないんですよね。やっぱり福島の、その福島第一原発の周辺の値が高いのが見て取れると思うんです。でしかもこれ文部科学省あんまりちゃんきめ細かい調査はしていないんですよね。せいぜい5キロメートルかける5キロメートルのに1箇所みたいな、そういう測り方しているので、いや、やっぱり測ってよ、何が何でも測ってよって思いました。はい。であとですね、皆さんご存知だと思いますが、今回のその実証事業で、終了を掘り出して中間貯蔵施設に戻すっていうふうに言っているんです。でなぜって聞いたら、実証事業だからです。ただその日本バスのさっきの例でも明らかに道路作ってそれで終わりなので、わざわざ道路ぶっ壊してまた掘り出して、まさかそこまでバカなことはしないし、永久にそこにあるものとして計画されたので、住民はますます反対したわけです、ね、で今回多分こう 住民の心情も考慮してるのかなって思ったんですが、すごいバカバカしいと思いませんか。除染で生じた汚染土をわざわざ中間貯蔵施設に持ってきて、ああいう形できれいにね、埋めて、でそれをまた掘り出して新宿御苑に持ってきて埋めて花植えて、でまたそれ掘り出して中間貯蔵施設に持っていくっていう、いやー、なんか福島のためですとか、皆さん騙されないでくださいね。全然福島のためじゃないと思います。せいぜい喜ぶのは電通とかそういう人たちなんじゃないかと思います。でちなみにですね、この汚染土に関して電通がやはり結構なお金を受注しているわけです。これ汚染土のみではないんですが、かなりその汚染土の、例えばその福島その先の環境へとか、すごいなんか芸能人とかね、小泉環境大臣とかが、私が見た回は小泉さんが出演されていたりとかしていましたが、電通ですよ、理解情勢に向けた広報の取り組みに関するこういうお金を使っていますし、この福島地方環境局でも同じように全部電通の独り勝ちですよね。いや、なんかすごいですね。はい。でまとめです。汚染土の再利用は環境中への放射性物質の拡散をもたらすと。で、法的な根拠は曖昧。背景には30年後再建が最終処分という課題約束があるんですが、これ実は誰の目から見ても無理なんですよね。でも頑張っていますというアピールをしたい。で実証事業は意味が不明。多額の国税が電通に流れている。で最後の最後にですね、原発事故前は環境中に放射性物質が拡散することは想定されていませんでした。で放射性物質の規則
制っていうのは原子力基本法の体系のもとに置かれて原子力等規制法とかが律していたわけですね。つまり特別扱いされていたわけです。で、つまり環境中の放射性物質についてはいまだにですねきちんとしたそれを律するための法律がない状況が続いているんですね。で、それがですね、まあなんというか、まあ今のような状況を引き起こしているというふうに考えて、本来であればその放射性物質を汚染防止法とかそういうものが必要だということなんだと思います。で、ちなみにやっぱり放射性物質というのは集中管理が原則で。なので全国で公共事業で使うということは私は強く反対したいと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。ミスターさんありがとうございました。ですね、新宿園の場合、持ち込まれて花壇を作るっていう予定地っていうのは玉川上水の暗渠のほとんど上なんですよ。新宿御苑はご承知のように傾斜地で、非常に多くのこう水源があってです、ね、池があって渋谷川の水源にもなっていると。で、まあ、仙台川渋谷がずっと流れていくわけで、しばらくいつまで置くかっていうことを環境省の、役人の方に聞いたら いつまでかわからないと答えないんですよね。そういう状態で放置されて、地下水に流れ込んでいくというのは非常にこう危険なことだと思います。それではですね、ミストさんに対するご質問のある方はぜひ質問表に書いていただいて、ちょっと早いですけどもそろそろ、じゃあ、20時まで、休憩に入りましょうか。トイレなり何なり、物品の書いてあげてください。それでは休憩に入ります。それでは後半の、会を始めたいと思います。それではミスターさんに、質問状に対するお答えというかお話をしていただきたいなと。よろしくお願いします。はい、皆さんたくさんの質問をありがとうございました。難しい質問が多くてあんまり答えられないというか質問もあります。ですね、8000ベクレルの根拠を教えてくださいという質問がいくつかありました。で、先ほどの話ではスキップしちゃったんですが、こういう図を環境省は出していて、で、要はですね、一番こう被爆するときでも作業員の方が工事中に、被爆するであろうと。で、その時でもその、1ミリシーベルト、年間追加被爆線量が1ミリシーベルト以下になると。で、かつ、その工事とかが終わって幅度、例えば50センチとか30センチとか、まあそのこれいろいろ書いてあるんですが、なんか、まあ、土をかぶせると、きれいな土をかぶせる。で、そのことによって、まあ、近隣の一般の人たちがの被曝量が 0.01 ミリシーベルト、0.10 マイクロシーベルトパー年になるようにするみたいな、そういう表を作っているんですよね。で、すごくこういう経路をたどってなんか放射性物質が漏れ出してそれが回ってこう人の口に入ったとしても年間10マイクロシーベルトで済みますっていうようなそういう試算をしているんです。ただそれがその妥当かどうかっていうのはちょっと私にはすいませんが判断できませんが、なんかそういう問題だろうかっていう気はしていて、さっきも申し上げたようにやっぱり環境中に出してしまうことが最大の問題であるのかろうかと、私は思っています。
あとですね、いつ始まるんですかという質問がありましたが、これは環境省は示していませんね。いつからいつまでがっていうのは言っていません。であとその実際にどういう測定をするのかっていうご質問もありましたが、これまた示していないんです。またこの環境省への質問および回答っていう文章を見ていただきたいんですが、それのごめんなさい、その5ページ目にその測定のタイミングとか測定項目とか聞いているんです。でもなんかこういう漠然としたことしか答えていないんですよね。5ページ目の5番にですね、例えば事業実施中 の、 そのモニタリング項目とか手法について、でこれ説明資料を読めっていうふうに書いてあるんですが、その説明資料を読んでも空間線量とその染み出した水 の、 放射性物質を測りますとしか書いていないんですよ。だからちょっとこれはもっと詳しく聞いていく必要があるなと思っています。ちょっと会場にもしお分かりの人がいたら教えていただきたいんですが、その中間貯蔵施設に運び込む際もなんかきちんとその測ってるわけじゃなくて、袋の上から空間線量率とか測って割とこう大雑把にこれは発生ベクレル以上とか以下とかやっているように見えるんですが、もしそこら辺に詳しい方がいたらぜひ、なんか詳しそうな方がいいですか。竹林社の青木と申します。今の話なんですけどね、福島県内で除染土を集めた時にフレコンバッグっていう1トン の、 この袋に入れるんですね。その時に線量計で測るんですよ。で換算表でこれは何ベクレルという換算表の数字を書いてる。でいろんなタグもつけるのかな。で一袋一袋をそういう形で管理をします。ただ非常に楽ですよね。1トンものやつを線量で測って周りがどういう環境かっていうのもわからないような中で、おそらく結構汚染の周りのバックグラウンドが高い中でそういうのが測ってやってますからね。中の方に高いのがあってもそんなものわからないっていう、そういう状況です。はい、一応その環境省はその中間貯蔵施設から運び出す前に測定はするとは言っているようですが、どういう測定をするのか、そして彼らセシウムしか何ていうか考慮する必要ないと思っているので、絶対今のままだとストロンチウムとかは測らないんですよね。だから、そんな感じです。ただ詳細はまだ説明していないってことだと思います。で、あとですね、電通との関係が分かりませんというご質問があったんですが、ちょっと私自身も分からないんですが、ただ私が一つ言えるのは、そのすごくこの数年環境省、環境省に限らずかもしれないんですが、この汚染土問題に関してはすごいこう小綺麗なって言っちゃう言葉が悪いんですが、なんかお金かけてるって感じのシンポジウムをやって、もう安全安全安全の刷り込みをしてるなっていう気がしているんですね。で本当にこうオープンの中で普通に議論するとか説明するって感じじゃないんですよ。もうなんか何でしょうかね、福島の若者と芸能人と小泉大臣とかで、なんかすごいこうふわーっとこう福島のためにみんなで頑張りましょう的な、そういうなんか何というかそういう感じの催しをやっていって、それを繰り返してるんですよね。であとはその、
あれですよ、先ほど言ったような飯舘村のその長泥の、見学ツアーとかも結構積極的にやっていますし、で先ほどお見せしたようにその PR に電通が全部受注しているっていうのは確かなので、やっぱりこの問題こう宣伝活動みたいな側面がすごい強いと思います。であとですね、すごい本質的な質問、まずはい、最終的に汚染土はどう処分したらいいのかというご質問があってね、私は集中管理が原則だと思っていて、そもそも公共事業で環境省がこのね、東京ドーム11杯分の4分の3の汚染土を使い切るのかっていう、絶対無理なんですよ、そんなことは。できないと私は思っていますし、やるべきでももちろんないと思っていますし、そんなことでこの汚染土問題は解決絶対できないはずで、やっぱりきちんとその、きちんと誠実に議論するしかないと私は思うんですよ。それをせずに、なんか電通にすごいお金をつけて、で意味のないその実証事業を新宿御苑でやって、また持ち帰って帰って増やしちゃうみたいな、それは絶対解決には絶対ならないと私自身は思っています。やっぱりだからきちんと議論するしかないっていうことしか言えません。あとそのね、事故を起こしたのは誰かっていうことですね。東電と国だっていうことなのに、だから今中先生が面白いことをおっしゃっていて、東電の敷地に高い塔を作って汚染土の塔みたいなを作ったらどうだっていうようなご提案をされていましたが、まあ身長的にはねそういう感じですね。はい、すいません、他にたくさん貴重なご質問いただいたんですが、ぜひですねこの場に環境省を呼んで聞いた方がいいと思います。環境省が答えた方が絶対いい質問がいっぱい来て、すいません答えないですね。はい、以上です。どうもありがとうございました。じゃあ本田さん、もう一度拍手を。いただいた資料の4ページに電通絡みの、表が載ってますね。その一番最後に新宿、所沢、筑波で、5億4000万円、約です、ね、それぐらいのお金が使われると。でどうもそのすでにプランター8年みたいなものが新宿御苑 のインフォメーションセンターのカフェみたいなのが置いてあるんですよ。でいや本当にね、普通に入りやすいところ、御苑の中に入らなくてもそこまで入るのはただで、あとはコーヒーなり何なり飲めるという場所なんですけど、そこに置いてありますよ。もうすでにこう、ある意味では持ち込まれてほんの少しとしてる状態ですね。まあなんていうか、電通のやってる逆プレゼンテーションって、いかに教えないプレゼンテーションするかというようなことではないかと。でこの辺のまあなんていうか情報戦略みたいなものはよく丁寧に見ていかなきゃいけないかなと思います。それではですね、会場の皆さんから、発言を受けていきたいと思います。まず、所沢が来られた村上悟さんにお願いします。皆さんも、こんばんは。所沢から2人で駆けつけました。それで所沢は新宿よりも1週間早く12月16日に説明会あったんですが、全く同じような感じで、報道陣は初めの5分とかこんな感じで非公開のそういう説明会がありました。ということで私たちも門前で、抗議の発表したんですけどね。で、
とその後やはり所沢の、まあ、今まで、反原発、脱原発やってきた市民団体とか、それから所沢といいましてね、放射能測定室っていうのが地区の労働組合の会館の中にありまして、そこでずっと放射能測定してるグループとか、それから保養の福島から保養のね、ためにお母さんやお子さんをお招きしてそういう活動をしてきたグループとか、いろんなグループの代表が、まあ、集まりましたね。それで、所沢への福島原発汚染の持ち込みを考える市民の会というのを結成して、今まで3回ほど、会合を持っていろいろな活動をしてきました。それで今署名を立ち上げて、今全市に配って、あるいは駅頭とかいろんなところでこの署名運動を始めているところです。それから同じように水田さんには所沢にあと2回お呼びして、まあ、学習会も行うというような、そんな形でね、活動しております。それで新宿のね、皆さんの本当に行動にもね、非常に刺激を受けて、すごく勇気づけられているということを皆さんに申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。またこれからも連携してね、活動していきたいと思っています。それからですね、もう一つはですね、所沢で環境省の研修所のすぐそばの町内会、自治会の方で、今年の1月、今年、今月ですね、今月、総会を開いたんですよね。それはまあ、コロナということもあって、まあ、投票で、なんていうかな、手紙で集めて、で投票で、結論を得ということをやったんですが、その情報を得ましたらですね、なんと800世帯あるうちの約400弱の世帯が投票したと。で3分の1以上で成立ということらしいんですけども、その400世帯のうちですね、 85% が反対だと、賛成は 5%、 保留が 10% ぐらいということでね、まあ、そういう地域の住民も大多数が反対という、それでそれをまあ力にバックにね、市長や環境省と交渉していこうと、そういうふうに動いております。私たちもね、もう足並み揃えて、市民の会としてもね、運動していきたいと。それからやはりこの署名の一つの団体として、土と水と空気を守る会というのがあるんですが、これは所沢20年以上前にダイオキシン問題っていうんでね、大変な風評被害を得て、農家の方々、私も農村地域住んでますけど、周りの人たちが売れなくなっちゃったということで、まあ、訴訟まで起こしたりと、そういう問題もあってね、まあ、そういう地域の人たちの気持ち、第二のダイオキシンにするなということで、活動しています。それからもう一つ、12月の初めにですね、私たちこういうのを知らないで、原発、元原発技術者の小倉志郎さんという方をお呼びして、市内のグループで講演をしていただいたんですけど、小倉さん言ってました。原発に未来はないというのは、35年間仕事していく中で、原発の中でいろんな仕事をしたんだけども、四重の手袋をして、あと防護服とかいろいろして、でもとにかく原発の中に入ったら水も飲めないし、ければトイレにも行けないと。なぜかというと、直接の放射能じゃなくて、放射性の塵、放射の濃度は低いけど、そういうのは吸い込んではいけない、内部被曝をしてはいけないということで、もうすごい厳重なことをしてやってるんだということを聞いて、で、まあ、やはり汚染水ね、トリチウムの汚染水を流すこともそうだし、まあ、そういうことを今度の汚染土を全国にばらまくのもそうだし、これは絶対にやってはいけないことだということをおっしゃっておりました。以上です。まあ、そういうことで非常に勉強になって、その線でね、私でも頑張りたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。署名を出口でやるんで、ぜひ帰りにやってってください。所沢の方はいち早く運動に着手されて、本当に僕らいろんなことをその立ち上げるときに教わりました。もう何も僕らわからない状態で始めたので、どういうふうな Q&A みたいなものをね、作って訴えるかっていうのを教えていただきました。どうもありがとうございました。
では次にですね、二本松の菅野誠二さんのお話なんですが、これはズームで、参加されるということで、ちょっとお待ちください。はい、2017年の10月の秋に突如、日本松駅から約車で10分といった、中山間の日本松市の道路200メートルに温泉の情報を止めるという話が、原瀬地区というわずか20の小さい集落に説明会があったんですね。これはあってもなかったんですが、20個のうちわずか9個しか説明会には集まらなかった。環境省が地元の住民を集めたことです。その後12月になって環境省が議会に全員協議会に説明をしました。でそれで初めて議員の口から汚染土壌の実証事業が始まるようだという話が市民に伝わりました。でそれを受けて私たちはみんなで作る日本松の会と言いまして、やっぱり市に政策提言や住民主体の街づくりを進めている団体の私事務局やってるんですが、いち早く私たちみんなで作る日本松の会、私の農家とか学校の生徒とか婦人の方とか商売やってる方などで構成しているんですが、その方でこれはどういうことだということで早速勉強会をしながら、地元の方の話を聞いたところ、地元の方でさえその話は知らないとか、それから聞いてさえなぜこの地区に、環境省が汚染土壌を持ってくるのかっていう経過については何か説明がない、つまり非常に不透明な経過が明らかになってきたんですね、次から次に。まあ、それでこれは問題ではないか、なぜならば国はですね、福島県の、まあ、最終処分場にはしないという約束でこれまでで、ね、進めてきたのに、汚染土壌を公共道路に埋めるということは最終処分場になるんじゃないかという、 こう不安と懸念が住民から出されまして、早速環境省福島再生事務所に経過とか白紙展開を求める申し入れをしました。でその後福島県に対してもどういうことで日本松市なのか、8000ベクレル以下というけれども、ここを最終処分場にするのかという不安と疑念を県にも届けました。ただ我々もその8000ベクレルという汚染土壌が環境とか、健康にどう影響するのか、なぜ今こういう実習を始めるのか、そういうことが動きが分からなかったので、実は正野敦子さん、
のいいお話でありがとうございました。聞こえてるかな。なんていうのかな、やっぱりそこで働いて農業を営んでたり漁業をやってる方 の生活に関わることなんて、何気合いに関わることなんて、非常にこう力強い運動で100本の登りっていうだけでも僕ら、圧倒される思いでした。どうもありがとうございました。なかなか質疑応答の難しいようなので難しいんですけど、それでは次にですね、福島の、黒田節子さんの、アピールを、代読していただきたいと思います。この原発いらね、福島女と日本たちの、こんにちは。原発いらね福島女と仲間たちの黒田節子さんですけれども、アピールいただきました。黒田さんは福島県郡山市に住んでいらっしゃいますけれども、原発事故の前から、原発には反対をして運動を続けて、いた方で、事故の後は地域の仲間の人たちと毎月のスタンディングなど今もやられています。それから毎年福島原発いらない福島のカレンダーというのを作っているので、使っていらっしゃる方もいるのではないのかなというふうに思います。あと3月11日にはその原発事故のことを忘れないということで、今ここにカレンダーありますけれども、忘れないということで、福島でイベントっていうか取り組みもやっていらっしゃいます。多分今年もやられると思いますけれども、Facebook やられている方は、黒田節子さんでちょっと探してもらうと案内が出てくると思います。では、私の方で読みます。1.24 集会へ連帯します。黒田節子、原発いらね福島女と仲間たち、お疲れ様です。本来集中管理しておかないといけないものを実証事業と称して全国にまき散らし、処分場以外の場所に埋めてしまう。これは目の前のタンクから汚染水を太平洋に薄めて流すという恐ろしい計画と同じ根っこから来ていますね。先のことなど知るもんか、とにかく原料化を図る。まさに命と未来を冒涜する思考そのものです。驚くのは過疎地の山の中にではなく、なぜ東京のど真ん中でやろうとしているのかということです。考えるに、ここでやればそれが全国にまかり通る、東電や国はますます原発推進できるということではないでしょうか。そういった意味では首都圏の市民運動が大きく試されていると思います。2018年二本松市や南相馬市での実証事業計画は市民団体の反対運動により中止になっています。 FOE さん、ご支援ありがとうございました。二本松市では当該地区21個中9個しか参加しない説明会、隠蔽と姑息なやり方はいつも同じです。除染土壌再生利用、除染土壌再生利用実証事業とは結局のところ最終処分場としてしまうことだ。当初の仮置き場から中間貯蔵施設に運ぶとの約束を反故にするものだと住民は反対の声を上げて頑張りました。福島ではありとあらゆる方法で復興キャンペーンが展開されていますが、この核ごみ問題が推進派のアキレス腱です。12年目を迎えてますます誰の目にも見えるものとなった核ごみ、この問題を通し改めて福島は福島だけのものではないと実証されました。さらにより多くの方とつながっていくチャンスとも言えると福島からは思ってしまいます。一緒にやっていきましょう。何としても中止させましょう。以上です。どうもありがとうございました。本当に僕はそのツイッターに福島と東京をこう分断する毒だっていうふうにおっしゃったことを書いたんだけど、逆に言えばそのつなぐ
薬にもなるわけで、私たちとしてはそういう運動を作られるなと思ってます。それではですね、やっぱりこれ、私たちは一応民主国家である以上ですね、議員さんの役割非常に重要で、まず福島みずほさんにお願いします。どうも皆さんこんばんは、紹介していただきました自民党参議院議員の福島みずほです、新宿御苑は本当に大好きな公園で、新海誠監督の琴の葉の庭っていう、雨の日の新宿御苑をとても美しく描いたアニメもあるんですね。で、保育園児がしょっちゅう行ったり、新宿区民だけでなくて東京中、日本中、世界中から人が訪れる国民公園です。で、筑波も所沢もそうですが、そこにやっぱり汚染土を持ってくるっていうことに大変ショックを本当に怒り狂っております。で、今日所沢、そして筑波、この間22日の日にインターネット番組でやっぱり所沢と筑波の方が発言してくださったし、今日は二本松市の人の話と南相馬を聞きながら、そうか、のぼりとチラシと勉強会だなってこう思ったわけですが、市民運動というかみんなの地域運動の力で何としてもこれを撤回させ、日本全国汚染土が拡大することを本当に止めていきたいと思います。で、今日27日の行政交渉とその後の環境省からの文書回答をついて水田さんが配ってくれました。で、この行政交渉をやったわけですが、本当にちょっといくつもポイントがあると思うんですが、例えば福島県内において安全性に関して県内と県外でどのような違いが考えられるのか、安全性に関する確認事項については福島県内外で違いはございませんと言ってるんですね。で、福島県内で安全性が確認されたと言ってるんだったら、なんで県外なんですかと、これもう本当に矛盾してて、安全性に疑問があるっていうと安全だという、でも実証事業で安全性を確認するで、どっちなんだっていう感じなんですが、もうそもそ もうインチキだと思います。で、今日もありましたが8000ベクレル、100ベクレル以下しか外に持ち出せないんですし、その時原子力規制委員会ちゃんとチェックするわけですね。8000ベクレル以下って誰がどうチェックするかもありません。で、水田さんの話にもありましたが、症例ができていませんから、やっぱり永久的な最終処分になると思います。でも変ですよね、除染って何のためにあるか、環境省のことでも放射性物質にこう浴びないように、剥がす、それから遮断、それから遠ざけるとこう書いてあるんですが、せっかくその除染して中間貯蔵施設に置いてるのを今度はまた持ってきて、そしてそれをど真ん中に埋めて、そしてまたそれを環境省の説明だと掘り起こして現状回復すると、じゃあいつ掘り起こすんですかっていう、その期間は定められてませんし、その期間をいつ定めるかもこれ今検討中ですというデタラメぶりです。だから本当に頑張りましょうというかですね、もっともっと広げてママやパパや子どもや、これいろんなさまざまな人たちと一緒にやっぱり反対して、この3カ所の計画をとにかくぶっ飛ばす、そして日本全国これやったらばらまかれると思います。12月27日もそうなんですが、理解醸成のツールっていうわけですよね。私たちモルモットなんですかと、被爆を拡散させながら、拡散させて被爆を強めながら理解醸成のツールですよ。ミサさんも言いましたが、きっと呼んでですね、大学生と社会、こんなに空間占領上がってませんよ、大丈夫っていうデモンストレーションのためだけに使うんですよ。でも事務所があるところの近くはご存知、玉川上水では地下水が流れていて、すさまじい被害が本当に起きるというふうに思っています。さっき黒田節子さんが命と未来を冒涜するものだと言いましたが、本当にその通りだと思います。ここで踏ん張って、全体、この汚染土を全国にばらまいて、あとは野となれ山となれ、我がなき後に洪水を来たれ、知ったこっちゃない、
自分の目前から亡くなれば亡くなったという、亡くなってないよって散らばってるだけじゃないかと思いますが、こういう愚策をですね、命を守るために本当に撤回させ、本当にやめさせていきましょう。私たちの頑張りで必ず撤回できると思っています。頑張りますし、頑張りましょう。ありがとうございます。政党の方は3分ぐらいで、ね、ごめんごめん、すいません。令和の方は沢井さんいらっしゃいますか。こんばんは。令和新選組の新宿区政策委員をしております沢井恵と申します。私実は青森県出身で、隣村、実家のですね、隣村に核燃料の再処理工場っていうのがあるんですね。あと福島では実は小学校の4年生ぐらいまで過ごしていまして、どこに行ってもこの原発っていうものが私を追いかけてくるなっていうご縁がある、まあ嫌なご縁なんですけどあるなっていうふうに思ってます。その反対運動をしていたんですけれども、知れば知るほどやっぱり原子力発電って命をもう見えない形でどんどん脅かしていく、もう存在自体が人権侵害なんじゃないかなっていうふうに強く思うようになりました。今日も勉強会ありがとうございました。聞いてて思ったんですけど、年間ね10マイクロミリシーベルト以下ならいいっていう話ですか。あれって放射能を少しでも浴びない方がいいのに、まあ10マイクロミリシーベルト以下だったらいいですよみたいな毒を持っておいて、なんか新宿病院ごと私たちの命がこうどうぞどうぞって差し出されてるような、そういう腹立たしさがあるなというふうに非常に怒りを覚えました。はい。でなんか事故を起こしておいて誰よりも誠実に対応しなくちゃいけないじゃないですか、国とか東電とかは。なのにやってることに全然誠意が感じられないということにもすごく失望をしております。私もっと政策に環境保護の思想ですね、これから入れていかないといけないんじゃないかなと思います。環境っていうのは、自然環境っていうのは命そのもの、命の塊だと思うんですね。それを守っていく政策、まあ、そういうのをもっともっとこう議論してみんなで考えて、将来の次世代のためにですね、ちゃんと安全な環境を残してあげないと、なんかかわいそうじゃないですか。なんか何をやってるんですかっていう、かっこいい大人としてもうちょっと行きませんかっていうふうに今すごい強く思っております。区もなんかこう安全アピールを鵜呑みにしていた、で県もなんか環境省がやることなんで僕たちは分かりませんみたいな対応で、非常に頼りがないので、私たち一人一人住民市民が連帯してですね、やっぱり声を上げてそこにノーっていうふうに言っていかないといけないなというふうに思います。皆さん生活、ものすごく毎日忙しい中でこういうことに関わっていくっていうのはまた大変だと思うんですけど、ここは踏ん張りどころだと思いますので、ぜひ頑張りましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。今日も僕のところに3歳のお子さんを持ってらっしゃるっていう育てているお母さんから電話がありました。新宿一丁目の方だそうですけども、非常に関心持ってるんで、いろいろ情報くださいということでツイッターのアドレスを教えましたけども、それでは次にですね、共産党の大山さんですか。はい、じゃあお願いします。こんばんは。日本共産党の都議会議員の大山智子です。ありがとうございます。本当にこのね、実証事業について多くの皆さんが心配をして、説明もまともにしてくれない、本当に怒り心頭というところではないでしょうか。それに対して直ちにこういう会を組織して、そして今日発足集会ということで、私最初11階の方に第2会場にいたんですけども、そこもいっぱいなんです。でここもいっぱい、いかに多くの皆さんが関心を持ち、そして心配しているのかということではないでしょうか。
私は、1月20日 の、 小池知事に申し入れをした、会として申し入れをした、その後について報告したいと思います。今日あの時に対応した2人の課長さんが私のところに、来ました。それで、1月23日ですから昨日ですね、この申し入れ、資料の中にも入っていますけれども、この申し入れの内容、それから出された意見は環境省に伝えましたということでした。そして都民の意見だということ、こういう声があったということは受け止めてもらいたいと伝えました、このように報告されました。しかしね、ちゃんとね、私もうちょっと詰めればよかったんですけども、都としてちゃんとこのね2番3番4番を申し入れしたのかということをさらにねちょっと詰めなきゃいけないなと反省しました。それから環境省なんて言ってたのって聞いたら、分かりましたとは言ってました。何を分かったのかというのは分かりませんけれども、でもう一つね大きな問題だったのが、知事にちゃんと伝えなさいということなんですけれども、これ伝えないと判断した経過とその理由を教えてください、もう一回言いました。それで、でね、もう言わないわけですよ、むにゃ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 。それで20日の要請終わった後に局長に内容は共有したと、知事に伝えない理由は、全く不明確なので、きちんと納得できるように説明することをもう一度求めておきました。でそれにしてもね、こんな大問題を知事に伝えないっていうのはおかしいでしょ、知事だって聞かれたら困るんじゃないの、こう言っといた、言ったんですけど、いや実際ね、13日に定例記者会見の時には記者に聞かれています。で記者からね、汚染土の持ち込みについて説明も不十分であること、反対の声が上がっていることなどに関して東京都は新宿区に任せるのではなくて何か考えるのがあるのか、こう質問されました。そしたら、知事もね、環境省の所管だから環境省がちゃんと説明することなんです、だからね、知事も環境省の責任だと、環境省が説明すればいいという立場なんです。ですからこれはもう地方自治体、これは住民の福祉の増進、そして命と健康を守るということはもう地方自治体の役割ですから、皆さんと一緒にちゃんと責任を果たせるように、果たさせるように頑張りたいと思います。所沢の皆さん、筑波の皆さん、そして福島の皆さんとみんなと一緒に連帯をして、しっかりとね、この運動を連帯して頑張ろうではありませんか。共に頑張りましょう。どうもありがとうございました。大変環境省および、土地に対する厳しい、きちんとした意見を言っていただいてありがたいなと思います。もちろん僕も都知事の会見に行ったんですけども、とにかく答えない、何も答えない、で都知事は知ってるのかということにさえ答えないという状態でした。こんなことを許しているわけにはいかないので、何度でも都庁に押しかけるということが必要だなというふうに思いました。さて、それではですね、会場からお話をのある方に伺いたいんですけど、まず原子力資料情報室のバンさんいらっしゃいます。皆さんこんばんは。原子力資料情報室の番秀樹と言います。僕はまた新宿代々木市民測定所っていう放射性物質を測定する団体の理事もしておりまして、今セシウムが最も身近な危険物になっているというこんな状態です。今日は3点、時間がないので簡単にお話したいと思っています。1点目は30年問題、今日三田さん非常に詳しく話をしていただきました。30年問題ですよね。中間貯蔵施設を要するに確保するために大した根拠もないのに30年で持ちますというふうに、ハードルを下げて、確保した、それが出発点だと思います。したがって環境省はですね、できない約束をしたわけですから、できないということを認めて住民の人たちと誠実に向き合って、一から話し合いをし直すべきだというふうに思っています。
その法律にとらわれることなく私たちはノーと言い続けることが大事だということです。2つ目は実証試験に全く意味がないということです。で、中間貯蔵施設見学に行ったんですけれども、フレコンバクターの黒いフレキシブルコンテナバッグとかいう名前の袋ですよね。あれを運び込んだら、あれ切り捨て、要するに封を開けてですね、分球をして、そして、私が見たところではおよそ800メートルぐらいベッドコンベアでずっとこう運んでいって、そして埋めるんで、埋め立てするんです。したがってこのシートを引いて 1.5 メートルぐらいだったと思うけど、そんだけ埋めたら覆土をして、でまた 1.5 メートル埋めたらまた覆土をして、そんなような形で、やっています。これははっきりと言ったら埋め立てですから、僕はこれを見た瞬間持ち出すことなんか考えてないんじゃないかというふうに受け止めました。そして、今実証試験って安全だということがあちこちでやって分かっていて、その安全を実証するためなんていうのはナンセンスですね。あの人たちはもう安全だと思ってるわけだから、そんなことは必要ない。じゃあ合意形成のためだって、そんなのに莫大なお金を使うよりも、環境省が住民の意見を聞いて理解をするべきだと、こういうふうに考えています。3点目はこの問題を大きく広げていこうということです。で、私の事務所が中野区にあって隣の区なんですけれども、情報室という仕事の関係からこの問題をですね、なるべく全国のいろんな人たちに、ここでこんな問題起きてるよ、新宿ですごい反対してるよ、所出してもそうだよというようなことを伝えていくことで、皆さんと連帯していきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。竹林社の方が放射能監視センターをやられています。東京の日の出町ですね、西の端の。そこでゲルマニウム半導体測定器という非常に高精度な放射能が測定できる測定をしているところです。今日のお話はですね、先ほどあったように次に進めてもらいます。問題はですね、工事の時なんですね。だからやると、もちろんやらしちゃいけないんですけれども、やるとしたら、福島からずっとトラックでダンプで運んでくるわけですよ。で、漁園の土を掘って、で埋めるわけです。だからその時にフレコンパック解体して埋めるわけですから、当然ホコリが出ます。で、それをやら、基本的にはやらせないとんですけど、万が一やられた場合に、さっき所沢の方がですね、微粒子を吸い込むのが非常に危険だっていう話がありましたけど、それを我々市民の力で測るようなことをやってます。で、これはですね、宮城県の大崎市に放射性の稲わら、それから、汚染牧草、これを一斉焼却するという指示が出て、一般の焼却炉で、8300グラム以下ですけど燃やしたんですね。で、その試験焼却の時に、次お願いします。皆さんと相談して、赤いところが3箇所が焼却炉なんですけれども、はい、次お願いします。右の上に家がありますけれども、煙突からですね、出た煙ってすぐ落ちないんですよね。で、2キロぐらい、我々の経験では2キロぐらいのところに落ちてくるということで、右の写真がありますけど、ああいう麻布ですね、あれを屋外に設置しておいて、ある期間設置してそれを回収すると。で、それの濃度をゲルマニウム半導体測定器で非常に精密に測るということで、次お願いします。これが非常に明瞭に出たんですけど、真ん中がクリーンセンターという焼却炉ですね。で、左側の絵にありますように、風向きがあります。
これは2018年の秋ですけど、そうするとクリーンセンターから、まあ、風向きで2キロぐらいのところに一番高いところがある。それからその風下にもさらに高いところがある。次お願いします。で、これは冬なんです。冬も全く同じパターンですね。風が東向きに吹いてて2キロぐらいのところが高いんです。で、じゃあ夏はどうかっていうことで次お願いします。で、そうするとですね、風がですね、反対の方向に吹くんですね。で、もちろん冬秋との同じ方向もありますけど、左上見事にあの冬秋に出てないのが出たわけです。で、これが一箇所でなくて、先ほど説明した三箇所で、すべて春夏は、秋冬夏で同じパターンが出ました。で、これ裁判の資料にあの出したわけですけれども、被告が非常に、まあ、困ったわけですけれども、まあ、そういうことをやってます。それでそれに備えてですね、私はあの東京とか所沢の場合は現状のデータを測っておかないといけませんので、ぜひですね、あの最低6カ所ぐらいですね、あの2階のベランダとか物干し台とかそういうところに行って、期間あの長ければ長いほど精度が高くなるんですが、それであの測定をする準備をしておくということを提案したいと思います。で、これ実際には1検体あたり1万2000円ぐらいかかるんですけれども、まあ、 あの NPO 法人として予算をあのありますので、それでぜひ取り組みたいと思いますので、ぜひですね、どなたか地域の方、あのやってみたいという方、これがリーダーシップ取るという方、まとめ役の方は私に連絡を取っていただければ、理念とあの詳しい勉強会とズームとで やりますし、まあ、現地は見に行ってもいいと思いますけれども、そういうことでやりたいと思いますので、ぜひですね、私の方へあのコンタクトしてください。あの竹林社であの検索していただければ、問い合わせ欄、ブログの問い合わせ欄が出てきますので、それでいやあの送ってメールを送ってもらっても構いませんし、あの後で私のところへあの連絡いただければというふうに思います。以上です。あ、どうもありがとうございます。大変具体的で建設的なお話で、これは大変だという思いを改めてしましたけども、会場からどうぞ、いかがですか、ご意見なり。あ、はい、あ、すいませんね、東京でさよなら原発1000万人アクションの事務局のメンバーもやっております大久保と申します。あの三田さんのお話とか、菅さんのお話ともありますように、あの私たちさよなら原発も昨年ですね、あのこの実証事業の長泥地区に視察に行きました。で、ちょっとこれ写真を持ってきたんですけど、土壌に あのお花畑とかですね、苗を植えて、実証事業とかやってるんです。でもこれは実証実験じゃないのと。で、何か成果が 得られたんですかっていうふうに聞いたんですけども、何もデータもないですし、このどうやって活用してこの土壌汚染のお花畑にするとか、苗をお米にするとかって何も決まってはいないんです。で、筑波とか新宿御苑にこの汚染土を持ち込むっていうことを聞いてびっくり私もしたんですけど、ですので多分この30年というふうにお話がありましたけど、都内やあの 県外を含めて土壌を持ち込んで安全だということを言って、全国にやはり汚染土を持ち込んでいこうという、そういうことだと私も思いますので、まあ、さよなら原発としてもですね、まあ、地域の皆さんと一緒にこの反対が運動できるように私としても皆さんにお声をかけていきたいというふうに思います。以上です。いかがですか、もう少し時間がありますので、
環境保護ネットワークの西岡と申します。今日たまたまなんですけれども、Z 世代 の、 人がたまたま私の家に来て、で今日のことをお知らせしました。もしかしたらその人が下に来てるのかもしれないんですけれども、で、昨日かな、今日月曜だからか、おとといか、TBS の朝のサンデーモーニング、で寺島実郎さんが、日本の Z 世代は保守的だっていうふうに、彼大学の学長もやってるかと言ったんですけれども、日本の Z 世代でも非常にこう関心のある人いると思います。それで、例えば早稲田大学もあるし、で私の百人町の方に、OB 大学にもあるし、もっといろいろなところありますね。でその学生自治会とかに正式に申し入れて協力を申し入れるとか、あるいはぜひあんた方の考えで動いてください、発言してくださいって言うと、動き出すかもしれないと私は期待しています。あと私学習塾と取材塾とか姉と今日協力してやってるんですけども、その子供たちや、あるいはそのお母さん、お父さんお母さんにも、この問題知らせて学習塾として決議を挙げられればいいなっていうふうに思っています。以上。堀木と申します。埼玉県に住んでいるんですが、双子町から埼玉に避難してきた人たちを追って、12年間、原発の町を追われてというドキュメンタリーを作っているものです。私が知り合った人の中には、双子町で中間貯蔵施設のために土地を取られたという方が何人もいらっしゃいます。でその中のある方は、やはりその誰かが犠牲にならなくちゃいけないと思って自分は受け入れたんだというふうに話をしていました。でやはり新田さんがおっしゃっているように、集中して管理するということが必要なのかどうかのかと思います。でそれがですね、そうやって受け入れて東京ドーム11個分の貯蔵庫分、その放射能をため置くということなんですけれども、結局それを早々と諦めて全国にばらまいていくということになったとしたら、そうやってこう泣く泣く売り渡した中間貯蔵施設にこう提供した人たちがどういうふうに思うのかということもすごく考えています。新宿の方、所沢の皆さんが自分たちのところにいらないというのは決して地域エゴということではないと思います。そもそもこれだけ貯蔵しておきたくてもでききれないぐらいの大量の放射能を撒き散らかさざるを得ない、拡散せざるを得ないというのが原発の事故だと思います。その意味で本当に皆さんと力を合わせて放射能の拡散に反対していくという運動をこれからも続けていきたいと思いました。新宿2丁目で5年前まで、32年間働いていたんですけれども、この地域には、知り合いもたくさんおりまして、昨日も10軒ぐらいのお店とかに、今日のことをチラシを持って、お知らせしてきましたが、10軒中7軒 の家でやっぱり、知らなかったとおっしゃってまして、反対したいとおっしゃってました。でやっぱり この地域に働いてる人って膨大にいるんですよね。やっぱり本当に長い時間働いてますから、毎日毎日。でその人たちに対する影響もすごい大きいと思います。だから働いてる人たちにもきちんと知らせていって、やっぱりこの運動に関わってもらうということはとっても大切だと思いますので、
私も微力ながらそういうことに、頑張っていきたいと思いますので、共に頑張っていきましょう。僕が小学校6年生ぐらいの時に都電がなくなって地下鉄になったんですけど、その頃新宿山前の駅っていうのは本当に住宅地の駅で、改札も小さくて乗り降りする人もそんなに多くはなかったですね。今は違います。今はやっぱり企業、会社、商店たくさん増えて、大変乗降客も増えて、駅自体拡張されました。町自体が、マンションもいっぱいできててだいぶ変わってきました。でこの中で僕らがどうやって訴えてその生活を守って、守るだけじゃなくて国民公園でさっき新宿区教員言われましたけども、国民だけじゃありません。来るのは外国籍の方もいれば町に農事する人もたくさんいると、それから汚染とかできるにあたってやっぱり除染する労働者たちがいるわけで、そういう人たちのことも考えてやっていきたいなと思います。それではですね、そろそろ三田さんにちょっとお話をいただいて。はい、ありがとうございます。いや皆さんの声を聞いておかしいことをおかしいと言うというなんていうか力強さ、いやそれってすごい重要なんだと思うんです。なんかこの件いろいろ問題あると思うんですが、問題の一つはやっぱりこう政府とかが問題に向き合っていないというか責任取っていませんよね。原発事故の加害者っていうのはやっぱり東電と政府って私は思っているんですが、その後その晩さんも言われたようにとてもこうすごい厳しい状況に向き合った時に30年後には見解処分ってある意味騙したわけですよね、福島県とその地元自治体を。でその嘘が嘘を呼んでこういうひどいことになっている。でしかもなんかこう美しい言葉でね、その先の環境へとかいうその電通が巨額のお金を、我々のお金ですよ、を使って放射の安全をすり込もうとしている。でやっぱりこう原発事故の矛盾とかね、被害がやっぱり見えない化されようとしているという大きな大きな流れの中でこのお菓子の実証事業が始まってるのかなって思ってるんです。だからそういうことに丸め込まれずにね、なんか福島の人たちのことを思うと的な、なんかそういう攻め方してくるじゃないですか。福島のためを押し付けるじゃん。でも福島の黒田さんのご発言にもあったように、福島の人たちだってね、怒っていますよね、この件に関してはね。だからもうとにかくつながり合って、おかしいことはおかしいと言うと、矛盾はどんどん追求していくと、分かんないことがあったらどんどん聞いていく。だからぜひその環境省にですね、どんどん質問していくのがいいんじゃないかと思いました。私たちの力でこの矛盾に満ちたというかひどい実証事業も止めるし、実証事業の先には全国の再利用っていうのは控えていますので、それもぜひ止めていきましょう。皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。西田さんはあちらこちらでお話をされて、本当によく現状を知っておられる方なので、そういう大変励ましになったと思います。それで今日のですね、集会には、150人の方が参加されました。これは僕らの予想を超えた数で大変嬉しいなと思います。大いに皆さんと一緒にやってみましょう。で合計の乾杯額が69,406円でした。私たちはどんな組織的なバックアップもないので、これでやっていこうと思います。なかなか残り8本というのはこれでは難しいですけども、まあ考えましょう皆さんで。それではですね、それで今後の、行動の予定なんですけど、まず第一に、1月29日に、新宿門ですね、一番駅に近い門で、午後3時半から1時間ほど、プラカードを持って、御苑に、来る方に訴えようと思います。そういうアクションを行いたいと思います。それが1月29日ですね。それから次には2月の前半を目処にしているんですけども、所沢の方々と一緒に環境省への申し入れを行いたいと思います。やっぱり環境省が本丸なので、彼らの責任主体なわけで、きちんと責任を取っていただきたいというふうに思っています。これにはなるべくたくさんの人が行って訴えましょう。それから
次はですね、2月16日に、これ今日初めて発表するんですけど、早稲田大学でシンポジウムを行います。先ほどあの学生層、若い層に訴えなきゃダメだという話が出たんですけど、早稲田大学のシンポジウムには、斉藤光平さんという、まあ人新世の小野ということを書いた方ですけども、その方を呼んで、さらにミスさんにもきちんと現状を伝えていただくようにして、早稲田大学の中で学生及び教員たちにも訴えたいと思います。さらにですね、今日チラシにもう一つ含まれてますけど、ちょっと変なチラシがありますけど、2月の22日に高円寺の白と蘭っていう、まあ、若い人たちが作っているスペースがあるわけですけど、そこで、2人栗原康さんと、森源さんという、まあ、最近よく本を書いている、まあ、僕の友人たちなんですけど、3人で話すという会をやって、高円寺に、集まってくる、まあその老若男女いると思いますけども、人たちに訴えたいと思います。そのようにやっぱり、新宿というのはいろんな人が集まる街なので、いわば関東圏の交差点のようなところですね。ですからちょっと運動の作り方もいろいろ工夫して皆さんとやっていきたいなと思います。演劇人も音楽家も、物書きの方も、それからもういろんな方、映画人もたくさんいますから、その人たちに協力してやっていけたらなと思います。で、今お伝えしたようないろいろなイベント申しの告知はですね、今日お配りしたプログラムの下の方に、QR コードがあると思うんですけども、そこをからツイッターに、接続していただくと、これから順次いろんなことを伝えられるようにしたいと思います。今まで本当にまだ何て言うかな、手探りでやっていたので、もうメール一つずつを送ると、あるいは電話をするということでやってきたんですけど、やっとそのツイッターを開きましたので、そこで告知していただきたいと思います。で、まあ、これは余談ですけども、すぐそばに新人高校という、まあ、都立高校があるわけですけども、これが一番近い学校なわけで、まあ、幼稚園、小学校たくさんありますけどね、幼稚園ではたくさん来るんだけれども、高校の卒業生の一人である坂本龍一さんがツイッター早速リツイートしてくれました。で、まあ彼と僕はいろんなこと一緒にやってきたので、ずっと訴えかけてきたんだけども、やっぱり彼はこういうことはやっぱり黙ってるわけにはいかないと、大変体が厳しい中でそういうことをしてくれたので、ぜひツイッターから皆さんもアクセスしていただきたいなというふうに思います。それではですね、今日はちょっと予定よりもスムーズに進行しまして、まあ、撤収作業もきちんと最後までやんなきゃいけない、床まで掃除しろというね、なんというかね、これは何なんだと思うよね、これが新宿進化と思いますけど、つまりボランティアを動員してやらせるということなんだけども、それではそろそろこれで今日の集会を終わっていきたいと思います。どうもありがとうございました。